私たちが暮らす日本では、地震や水害、台風などいろんなところで様々な災害が起こっています。もし身近な場所で災害が発生したら、今回の主役は災害が起きた時に働く車、カーサット。出動カーサット。雨がたくさん降り、川の水があふれて住宅に水が押し寄せたり、地震で山が崩れたり、橋が落ちたり、そんな災害が発生した時、被災地の復旧や支援を迅速に行うために情報収集はとても重要です。そんな時、国土交通省では移動型衛星通信車カーサット、衛星通信車、防災ヘリコプターなど、発生直後直ちに情報収集を行う車や機械を出動させて被害の状況を集めます。今回の主役カーサットは移動型衛星通信車といい、車で走行しながら情報収集を行うため、さまざまな機器が搭載された災害対策車両です。ここからはカーサットの機器について紹介します。車の屋根には大きな平面アンテナがついていて、人工衛星を使って走りながら撮影した映像をリアルタイムで災害対策本部に送ることができます。またカーサットが今どこを走っているのか、どこで撮影した映像なのかも、すべて災害対策本部で確認することができます。車の前後にはビデオカメラがついていて、車で走りながら周りの状況を撮影することができます。車の中から見えづらい場所があっても大丈夫。手に持って撮影ができるハンドカメラも積んでいるから、近くに行って自由に撮影することもできます。これらの機材を使って被災地の状況をリアルタイムで災害対策本部に送ることができるんです。また災害現場でドローンとカーサットを接続すれば、ドローンで撮影した映像を送ることもできます。災害対策本部との連絡は衛星通信を使ってできるから、いつでも情報を受けて新しい現場に駆けつけたり、災害対策本部が見たい映像を撮影したり、送っている映像を一緒に見ながら会議をすることもできます。ヘリコプターが飛べない夜間や空から分かりづらい場所でも、カーサットならいつでもすぐに現場に駆けつけて、映像と音声でリアルタイムに情報を送ることができます。カーサットが送ったさまざまな情報のおかげで、被害が今よりも広がらないようにしたり、災害にあった場所を直すための準備ができるんです。すごいでしょ、カーサット。